引っ掛ける箇所がたくさんあるので、かなり簡単に長物も搭載することができます。一番大きいメリットはエンジンをかけずに電気を使えることです。今回の車中泊仕様の改造によって、このリーフは大きな走るポータブル電源になるということです。今回はこの電気自動車の日産リーフを車中泊仕様に改造したいと思います。日本中旅もできるし、日常的には大容量のこのバッテリーを生かして蓄電池としても活躍できる、そんな風な車両にしたいと思います。コンパクトカーの車体が小さいリーフで車中泊ができるのというふうに思うと思うんですけども、メリットもたくさんあるので、それもお伝えしたいと思います。はい、この日産リーフを車中泊仕様に改造していきます。今シートを外しました。ここはまあ一般的に後部座席のシートがあるんですが、思いっきりグッと引っ張るとここにポッチがついているので、これで固定されているだけなので、グッと力を入れると外れます。この後部座席と助手席を外して、板を敷いてフラットな状態にして寝れるようにしたいと思います。イメージとしては、ここは床がフラットになっているので、そこに座って、ここら辺にテーブルみたいなものを置いてご飯が食べれるようにしたいなと、そんな風に考えています。寝るためのスペースが完成しました。試しに乗ってみます。お、思ったより広いです。この板自体は170センチあるので、私が寝ても十分スペースはあると思います。ちょうどいいですね。リーフは車内がとても狭いので、ヒッチメンバーをつけることにしました。ここにヒッチキャリアをつけて、荷物をたくさん乗せれるようにします。はい、今回はアメリカのカート車のヒッチメンバーを取り付けました。日産リーフ用の専用設計だったので、そこまで大きい加工はせずに取り付けができました。左タイヤ側のところにこういう風な加工を2箇所穴開け加工をしました。で、このボルトを入れるために反対側の方に20ミリぐらいの穴を開けて、このボルトを通して取り付けを行ってます。右側の方はもともと牽引フックがあった場所にそのまま加工なしでボルトのポン付けで付けることができました。そして下のアンダーカバーをこのように加工を施して取り付けが完了という形です。完成です。はい、では、リーフのこの 12V バッテリーから、100V を作り出すインバータを取り付けるので、配線を車内に引き込む必要があります。で、今、作業中なんですけど、この車内に向かっている配線の束が入っている、今ちょうど黄色い線が見えると思うんですけど、配線が通っているゴムのパッキンのところからこの 12V の配線を中に引き込みたいと思います。ここの助手席側のグローブボックスのところに先ほどの配線の束が来ています。この部分が配線の束です。右横から配線を出して車内に引き込む予定です。はい、使うインバーターは 12V で、一応最高 1500W まで作れるこのインバーターですね。それと、配線は 100A 流せる14スケアのものを使いたいと思います。で、この間に、60A 程度のブレーカーを挟み込んで、60A 以上流れないようにしたいと思っています。はい、配線通りました。このような形で針金を使って配線を室内に引き込みました。リーフの車中泊仕様完成しました。中を紹介していきます。こんな感じです。基本的に一人乗り仕様ですね。
足をゆっくり伸ばして寝れるように助手席を取り外して、この長いスペースを作りました。そこにはインバーターを設置しているので、日産リーフの蓄電池から電気を取り出して、そして普通の家庭用のコンセントと同じように電気を使うことができます。交流 100V ができるので、普通の家電製品なんかも使えます。そして今回は出張で荷物をたくさん持っていく予定があるので、こういうふうな棚を用意しました。たくさんの荷物を詰めるように工夫してあります。高さを出すことによって、荷物を通常の平置きよりもたくさん積んで、なおかつ取り出しやすい、そのような構造を採用しました。この床下なんかも使えます。荷物を置いたりすることにも使えます。こんな風に足を伸ばして眠れます。電源があるので、動画を見たり、こういった家電製品で、調理したりもできます。ルーフキャリアを取り付けてもよかったのですが、やはり荷物が少しこう取り出しにくいっていうのもあったので、今回はヒッチメンバーを取り付けて、このヒッチキャリアを取り付けました。ヒッチキャリアにはこういったボックスを取り付けて、簡単に荷物を入れられるようにしています。大容量なので、このように荷物を雨から守りつつ搭載することができます。そして他にもこだわりのポイントがあって、このヒッチキャリア自体にこういうメッシュ状の形状になっているので、こういうフック付きのゴムロープを使うことによって、はしごなんかも比較的簡単に縛り付けることができます。ロープだと縛る工程があるんですけど、引っ掛ける箇所がたくさんあるので、かなり簡単にこういった長物も搭載することができます。日産リーフで車中泊をするメリットを伝えます。一番大きいメリットはエンジンをかけずに電気を使えることです。車中泊スポットなどに行くと、道の駅などで、結構アイドリングをしているエンジン車って多いですよね。やはり車中泊する側、つまりアイドリングをする側も、かなり気になる。ただこの日産リーフだと、アイドリングをせずともオンの状態にしておいて、走行ができる状態ですね。この状態でオンにしておけば、駆動用のバッテリーから補給用のバッテリー、つまり12V のバッテリーに電気を常に送り続けるので、基本的にバッテリー上がりがありません。なので、この状態でインバーターの電源をオンにして、12V から交流 100V に変換すれば、普通にエンジン音は何もない状態で電気を使い続けることができます。日産リーフは他の電気自動車の中古車などに比べても、バッテリー容量が大きい割には中古車の市場価格が比較的安いので、手に入れやすいというのがあります。この日産リーフも車検2年付きで、走行距離3万キロちょっとぐらいの車両ですが、130万円の総額費用で手に入れることができました。キャンピングカーなどに比べると比較的安い費用で手に入れることができます。日産リーフはプロパイロット、ほぼ半分自動運転のような、そういった先進の機能がついています。プロパイロットを発動させると、アクセルを踏まずとも設定したスピードで走り続けたり、もちろんブレーキに足を乗せとかないといけませんが、前の車両が近づいたりすれば自動でブレーキをかけたり、そういった先進の安全機能もついています。なおかつこのプロパイロットはハンドルをある程度握っとかないといけませんが、自動車道路や高速道路ではハンドル操作もアシストしてくれるので、長距離運転も疲れづらいというメリットがあります。デメリットとしては、ご覧の通り一人しか乗れないというのはちょっとデメリットですね。ただ基本的に私は仕事の出張でこの日産リーフを使う予定でこういう風な改造をしているので、基本的に一人しか乗りません。なのであまりそこはデメリットにならないかなというふうに思っています。もう一つのデメリットで言うと、充電スポットが地域によっては少ないところもあるので、そういったところは若干こう計画的にドライブルートを決める必要があるので、少し手間かなというデメリットは一つあります。ただ前回乗っていた日産の ENV200、 こちらは1回の充電でだいたい 80km ごとに充電をしないといけなかったので、それと比べると1回の充電でこの日産リーフなら 200km ぐらいは走れるので、そこは大きいメリットかなというふうに思っています。
今この EV を充電している電気はソーラーパネルで作られた電気です。私は電気自給ユニットを自分で開発して、こういうふうにソーラーパネルを置いて生活の電気を完全に自給しています。電気自給ユニットについて詳しく知りたい方は関連動画のリンクを概要欄に載せているので見てみてください。結構ソーラーパネルの、枚数が多いというのもあるんですけど、余った電気をこのリーフに充電してあげると、簡単に言えば大きい蓄電池を持っているようなイメージになります。今回の車中泊仕様の改造によって、このリーフは大きな走るポータブル電源になるということです。今回は以上です。お役に立てたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。